ご存知のように、2024年1月1日から本当に不幸なことが起こりました。イエス様がマタイの24章で話されたように、生みの苦しみの始まり、もう生みの苦しみが始まったんだとイエス様はおっしゃっておられました。でも私たちは暗いニュースや暗いところに目を向けるものではなく、希望、望み、明るい面に目を向けていきたいと、そう思います。確かにこの世にはさまざまな不幸なこと、災難、自然災害によるものが起こります。しかしそれによってこの世界が終わるものではないこともイエス様はおっしゃられました。この世界は私たちが待っているイエス様の御再臨によって閉じられる。イエス様の再臨によってこの世界は閉じられることを私たちは知っております。私たちはセブンスデイアドベンチストの名前を持って信仰生活を送っていますね。アドベンチストはどんな時にもどんな状況の中でもどんな不幸に見舞われていたとしても望みを持って希望を持って歩み続けるものでなければならなければなりません。そういう意味で私は今朝ヨハネの15章16節17節のことから3つの神様の贈り物について語っていきたいと願います。平安、繁栄、祝福、これはイエス・キリストが御言葉の中で約束されているとても大切な素晴らしい贈り物であります。まず平安について話をします。尊い主イエス・キリストの御名によって皆様に心から平安を祈ります。韓国語ではアニョハセヨという挨拶があります。あなたは平安であられますかという意味です。昔は戦争が多く起きて、隣人がですね、その前に起きているその晩に死んでいるかどうかもわからない、そのような不安な時代がありました。ですから起きてみて隣人にアニョハセヨ、あなたは夕べ平安であられましたか、今朝あなた平安なあなたに会えてよかったという意味として、このアニョン、アニョハセヨという言葉が挨拶を交わすようになったと言われております。あなたはお元気ですか、あなたは心に平安がありますかというこの挨拶はですね、昔から使っている言葉であったと思われます。イエス・キリストも私たちに平安を祈られました。イエス・キリストが十字架につけられ、お墓に葬られ、3日目に復活なさってから40日間復活なさった体を持って弟子たちにご自分の姿を表しました。表したその時初めて公の場所に弟子たちの真ん中にイエス様が現れた時、イエス様が一番最初におっしゃられた、一番最初に語られた言葉が安かれという言葉です。安かれ。ヨハネ20章19節に、その日すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのあるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われた。安かれ、
この聖書を読みますと、イエス様はただ一度しか言った言葉ではなくて、この安かれという言葉をですね、三度も四度も安かれとおっしゃられたことを私たちは聖書を通して確認することができます。20章21節にも安かれとおっしゃいました。そして20章26節においても、8日の後、イエスの弟子たちはまた家のうちにおり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスは入ってこられ、中に立って、安かれと言われた。最初、安かれと言われたときは、トマスはいませんでした。その8日が経った後、トマスがいる間に、イエス様がまた現れて、安かれと言われたんです。共通しているのは、ドアを閉めていたことです。我々はどんな時にドアを閉めますか？どんな時に鍵を閉めますか？怖い時です。恐ろしい時なんです。泥棒や強盗やいろんなものから自分の身を守ろうとする時に私たちはドアを閉めます。弟子たちは恐れていました。怖かったんです。その怖さで恐ろしさで震えているその弟子たちの真ん中にイエス様は現れて、最初語った言葉が安かれという言葉でありました。これはあなた方に平安があるようにという言葉です。イエス様は十字架で死なれる前にもこのような言葉をおっしゃられました。ルカの10章1節から読んでみますと、イエス様は弟子たちを2人ずつ組にして送ったんです。各村や町へ、次は72人を選んで各村や町へ送り出しました。その時にイエスキリストはいろんな言葉を持って弟子たちを励ましたわけであります。そしてルカによる福音書10章5節には、どこかの家に入ったらまず平安がこの家にあるようにと言いなさいとイエスもおっしゃったんです。平安がこの家にあるように。私たちは2024年1月6日今年初めの安息日に神様の御前に集ってまいりました。皆様の心は今平安であられますか？あるいは何か不安、恐れ、疑い、暗い心を持っておられるでしょうか？まだ心が晴れてないでしょうか？私はイエス様の御名によって皆様に平安を祈ります。この礼拝のメッセージを通して、この礼拝のこの時間を通して、神様が直接皆様の心に平安を語られますように。イエス様の御名によって私は皆様に心から平安を祈りたいと思います。キリストが約束された二つ目の贈り物は何でしょうか？繁栄です。マクドの神様を知らない人々は初詣に神社に行きますよね。ある神社はもう何十万人という人々がですね、集まってわからない神々に向かって手を合わせて祈ります。でも私たちはこの地球を作り、この宇宙を作られた私たちに命を与えてくださいました、まことの創造主なる神様を覚え、礼拝を捧げているんです。その神様が私たちに願っているものは
歓迎であります。豊かになることであります。私は皆様にイエス様の御名によって心から歓迎を祈ります。先ほど司会者に読んでいただきましたヨハネによる福音書15章16節17節の御言葉をお読みいたします。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、それはあなた方が一定実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためである。イエス・キリストは弟子たちに向かって言いました。あなた方が私を選んだのではない、いや、あなた方が私を選ぶ前に私があなた方を選んだのだと。確かに聖書で見ますと、イエス・キリストは弟子たちを選ぶ前に一晩中祈っておられました。ただイエス様についていくものではなく、イエス様の弟子としてイエス様は彼ら12人を選んだわけであります。教団を挙げて今かけられている言葉があります。信徒は弟子にという言葉です。信徒は弟子に、信徒と弟子の違いはどうなのということですよね。イエス様の時代に十二弟子以外も多くの方々がイエス様についていきました。でもそのイエス様についていった人々をみんな弟子とは呼ばなかったんです。そのイエス様についていかれた人々の中で特別にイエス様は12人を選ばれました。この12人には特別な使命を、特別な働きを与えたんです。マルコ3の14節の言葉に書いてありますように、イエス様は彼らを立てました。自分のそばにいる置くためであり、また選挙に使わすために12人を選んだんです。信徒はただイエス様を信じ受け入れ、イエス様に従っている群れだとするならば、弟子はイエス様と同じような働きをするものであります。イエス・キリストはあなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだと言っています。選ばれた理由は何でしょうか。2つあります。あなた方が行って実を結び、2つ目、その実がいつまでも残るために。実を結ぶこと、どんな実なんでしょうか。聖書の中にはいろんな実が書いてあります。カラテア書5章22節読んでみますと、聖霊の実が書かれています。ヨハネ15章においてもですね、私はブドウの木、あなた方はその枝である、もしあなた方が私につながっているならば豊かに実を結ぶようになると言われています。つながっていればです。実を結ぶこと、私たちが豊かに主にあって、主に結ばれて、つながれて実を結ぶことは神様が望んでおられることではないでしょうか。そしてその実がいつまでも残るようにということです。なくなりません。いつまでも残ります。いや、もっと増えていきます。まるでイエス様が5000人の方々にパンを割いて祝福して配りましたら、そのパンがですね増え続けましたように、イエス様につながっている私たちは、クリスチャンは実を結ぶだけではなく、その実が豊かに増えていきます。繁栄ですよね。繁栄、
イエス・キリストは、私たちクリスチャンの人生がもっともっと豊かになることを願っておられます。クリスチャンとしてもっと愛のある人になることを願っておられます。人を許し、人を憐れみ、人を励み、人を助ける。我々のうちに愛のある、愛の実が豊かに結ばれている、そのようなクリスチャンになることを願っています。皆様、世界で最も貧しい国の一つとして知られている国がどんな国か分かりますか？私の質問がちょっと悪いんですけど、ミャンマーという国があります。ミャンマー、ミャンマーという国の国はですね、世界で最も貧しい国の一つとして知られているわけであります。なぜ私はミャンマーという国を皆様に話をしているでしょうか。国民一人当たりの GDP がですね、US ドルで1300ドルしかないんです。もちろん、ミャンマーよりももっともっと貧しい国もあります。例えば、日本はですね、国民一人当たりの GDP が3万4000ドルです。3万4000ドルに比べて、ミャンマーは1300ドルでありますから、とても貧しいということがわかりますよね。全人口の 40% 以上が絶対貧困層に当たります。しかし、このミャンマーという国はですね、世界で最も他人を、人々を最も助ける国でもあると言われているんです。貧しいながら、人が困っていたらすぐ助ける。お金を持っていません。貧しいです。しかし彼らは愛を持っているんです。自分も困っていながら、困っている人を見たらですね、素通りできない。駆けつけて助ける国としても知られている。だそうです。そして、いつも微笑みを忘れない国として知られています。いつも笑顔で、ハッピーで、微笑んでいる。年末から年初にかけて私はですね、よく笑うことができませんでした。子供たちに笑顔を見せることはあんまりできませんでした。だけど怒ったこともありません。怒ったこともないんですけど、なぜ、笑顔を見せなかったかというと、歯茎が痛くてですね、歯が痛くて、歯茎が痛くて、もう大変であってですね、手術して、僕に話しましたら、うちの家内からですね、かなり言われます。あなたは何にもないんだって。あなたよりもっと痛くて、もっと大変で、もっとね、痛い意味を感じている人いっぱいいるんだから、そのことはあんまり公に言うなと言われてですね、私は、それでもあなたは私の妻なのかと、心からですね、そう思った時あるんですけども、まあ、もっともな言葉だと。私は思ったんです。あなたは牧師夫人になる資格があると思いました。ですからあんまりね、まあ、自分の痛みなどあんまり話したくないんですけど、私が話したいのは、自分の問題にか自分が自分の問題に、陥ってしまうと、人のことをあんまりですね、考える余裕がなくなるということは経験しました。一つ告白しますけども、今まで私、大阪センター協会来てからですね、まあ、お正月、年末お正月になりましたら、いつも電話で皆様に電話をかけてですね、お元気ですかとか、明けましておめでとうございます、新年の挨拶を電話でいたしました。で、今年はできなかったんです。なぜか。その気持ちにならなかった。自分が痛いので、自分の問題を抱えているので、その心の余裕なんかありませんでした。
で、この場を借りて皆様にお詫びをいたします。そしてこの場を借りてですね、新年の挨拶をいたします。私たちが霊的に自分の問題、霊的な問題を自分が抱えていますと、人のことをですね、見ることができなくなります。人のことを思うことがもうできなくなります。私たちはイエス様にあって祝福され、もっと繁栄を求めていきたいと思います。祝福されている、また繁栄されている自分は人の繁栄を祈ることができます。豊かになる人生って、人もですね、豊かになってほしいと願います。自分の問題に陥って、自分の問題に陥っている人はですね、なかなか人のために祈ることさえもできないわけでありますね。使徒パウロは第2コリント6章9節10節で、クリスチャンってどういうものなのかと言っています。コリント第2の手紙の6章9節10節、人に知られていないようであるが認められ、死にかかっているようであるが身を生きており、懲らしめられているようであるが殺されず、悲しんでいるようであるが常に喜んでおり、貧しいようであるが多くの人を富ませ、何も持たないようであるがすべてのものを持っている。これがクリスチャンであると、これがイエス様を信じているものであるとパウロはですね言っています。クリスチャンは自分が持っているものを誇るものではありません。私はこんなに大金持ちなんですよとか、私は乗っている車はこれなんですよとか、自分が持っているものを誇るものがクリスチャンではないんです。私たちは常にイエス・キリストを誇らなければならない。イエス様のゆえに私たちは貧しいながらもですね、豊かである、何も持たないようであるが全てのものを持っているものが私たちクリスチャンです。そのものだけが人を心から祈り、繁栄を求め、祈り、祝福する、してあげることができるのではないでしょうか。三つ目のイエス様からの贈り物は祝福です。私は尊い主イエスの御名によって、皆様に心から祝福を祈ります。神は私たちが神に用いられることを願っておられます。神様は私たちを祝福してくださいます。祝福されたものとして人を祝福するようにと神様は願っておられます。伝道の書11章1節の言葉をお読みいたします。あなたのパンを水の上に投げよう、多くの日の後あなたはそれを得るからである。この伝道の書11章1節の言葉、非常にですね、素晴らしい約束であります。あなたのパンを水の上に投げよ、投げたらどうなります？自分の手からパンが離れてしまうともうなくなるわけです。パンが自分の手にまだあるときはですね、食べることができます。自分のお腹を満たすことができますよ。しかしあなたの手にあるパンを投げなさいと神様おっしゃるんです。投げたらどうなる？多くの日の後あなたはそれを得るからである。何倍にも増して増えて自分に戻ってくるんだと。投げるということは施すことです。貧しい者や困っている者に対してパンを持って施すこと。そうしましたら、それがですね、何年後には、あるいは後の日に何倍もの祝福に膨らんでですね、自分に返ってくる。
私たちの言葉もそうだと思います。私がもし誰かにですね、親切の言葉を投げると、相手からですね、また親切の言葉がですね、また返ってくるのではないでしょうか。私たちが笑顔を見せると人に、その相手からもですね、笑顔が返ってきます。私が誰かを褒めると、その人もですね、自分を褒めてくれる。これがクリスチャンです。でも反対考えますよね。私が誰かをですね、憎むとどうなりますか。憎まれます。私が誰か許さないと、私も許されません。私たちは伝道の書11章1節、あなたのパンを水の上に投げよ、多くの日の後あなたはそれを得るからである、このソロモンの言葉をですね、霊感を受けて書かれたこの神様の言葉を肝に銘じたいと思います。人に施した善行や親切な行いは必ず戻ってきます。これが神様が聖書の中で約束されたものであります。私たちは他人を祝福するために選ばれました。決して人を裁いたり呪うために選ばれたのではありません。他人を祝福するときは必ず自分の名前ではなく、主イエス・キリストの名前によって祝福してあげてください。ヨハネの16章の23節24節の言葉を読みいたします。その日にはあなた方が私に問うことは何もないであろう。よくよくあなた方に言っておく。あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろう。今まではあなた方は私の名によって求めたことはなかった。求めなさい、そうすれば与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。我々の喜びが満ち溢れるためには、私たちは必ず主イエス・キリストの名によって聖霊を求めなければなりません。瞑想の言葉にも書かれております。皆様の手法の中にですね、書かれていますので、その瞑想の言葉を共に読んでみたいと思います。イエス様の御名によって求めよとおっしゃっているものが何か、これは聖霊様であります。聖霊を求めなさい。その聖霊様こそ私たちを豊かにしてくださるお方であるからであります。瞑想の言葉を読みいたします。はい、どうぞ。聖霊は魂の中の霊的生命の呼吸である。御霊を与えることはキリストの命を与えることである。それは受ける者にキリストの属性を吹き込む。このように神から教えられる人たち、心の内に御霊の働いている人たち、その生活にキリストのような生活を表す人たちだけが教会を代表する者として立ち、教会に代わってその任務を行うのである。アメン。私たち一人一人は大阪選択教会を対応するものであります。私牧師だけが大阪選択教会を対応する、あるいはサブスでアドベンチト教会を対応するものではありません。皆様一人一人が大阪選択教会を、サブスでアドベンチト教会を対応するもののものなのです。私はヨハネの福音書15章16、17節を通して、キリストが送ってくださいます3つの贈り物について話をいたしました。平安、繁栄、祝福であります。心に真の平安がなければ繁栄もありません。
繁栄がなければ自分や人に祝福することもできないのであります。私たちは互いに平安と繁栄と祝福を祈り、また与えるために召されたことをですね、覚えていきたいと思います。これらすべては聖霊の働きによって可能になります。イエス・キリストは復活された後、弟子たちのところにご自分を表して話されました。彼らに息を吹き入れて聖霊を受けようとイエス様はおっしゃったんです。息を吹き入れて聖霊を受けよう。このイエス様がなさった様子、行為というものはですね、まるでまだ生きている前にアダムの鼻にですね、神様が息を吹き入れて生きるものにしたこの動作と同じようなことであります。イエス・キリストは弟子たちに、彼らに息を吹き入れて聖霊を受けよとされました。本当に生きているものとして、クリスチャンとしてイエス様に結ばれつながれている、この喜びに満たされ、聖霊に満たされているものとして、今年2024年をみんなと共に過ごしていきたいと思います。どこいても笑顔で希望を語り、望みを語り、そしてイエス様を明かしていけるものになっていきたいと思います。皆様の上に、皆様の家庭や職場や皆様の属しているすべての上に、神様の平安と繁栄と祝福を祈ります。アーメン。